参加キッズオフ、女は大体可愛いけど男はほとんどブス。どうもこんにちは、くんです。はい、ということでやっていきましょう。300人クラフトです。今回やることなんですけど、ベッドで300人同時に寝てみたってのちょっとやりたくないですか？ベッドで300人同時に寝てみます。なんか全員300人が寝転がってる姿撮ったことないので、今回は300人同時睡眠やってみましょう。なかなかね、難しいと思います。まあなんとかなるだろう。ただベッドの確保が必要で、300個ベッドが必要ってことは、羊毛の数が900羊毛必要なんですよ。多分これがまず驚異的。これが多分やばい。羊450回狩ればいいってこと？え、作るところからやるの当たり前だろ？何言ってんの？はい。はい、うるさい。うるさいんでバイバンします。はい。何かやらかしたらバンされます。何かやらかしたらバンされて、二度と参加企画に参加することはできません。気をつけてください。なんでカナリアが空中に浮いてんの？ちょっと待って。なんでカナリアがなんか、クリエ持ってんのお前。じゃあ、皆さん、早速ですが、羊を探しに行ってください。解散、羊探しに行ってください。解散です。で、羊殺さないように増やしてください。羊を持ってきてください。あと、ベッド置く場所ないから、ここ整地、とりあえず。高さ、またちょっと多少の整地だから、そのすぐ終わる。高さ63で整地、全部。高さ63でこのリス付近全部整地してください。お願いしまーす。はい、他の人は羊取りに行ってください。どうなるんだろう？羊回収できるのかな？羊増やすには、なんだっけ？まず羊を持って、小麦が必要だから、これだな。小麦畑作らなきゃいけないんで、畑を作ってください。畑。女は畑。耕して食べ物を作る。男は外で羊を取りに行く。以上。どちらでもない場合、9の皆さんは、穴でも掘ってろ。はい。9の方は穴掘っててください。穴掘るってダブルミーニングね。畑を耕して。今、水この辺あるから。高さが、どこだ？ 63 のところに畑作るから、とりあえず。羊殺さないでね、見つけても。あと、カットするやつもいるのか。羊毛カットするやつも必要だな。ハサミだね、ハサミ。ハサミも作んなきゃいけないから、結構大変だよ、これ。多分集めるまでに。スキン、真面目にスキン男のやつは、ハサミ、自分のハサミ1個作った方がいいから、まず。スキン男は、この、整地と、ハサミを、まあ、用意する。ベッド300個内のハサミをいっぱい必要そう。整地とハサミ用意が、スキン男のやること。スキン女は、畑耕して。いや、マジで。スキン女は畑耕し。畑仕事して。はい、サボってたり遊んでたらバンになります。気をつけてください。羊数匹います。いや、報告はいらないので、小麦で連れてきてください。小麦で連れてきて増やしてください。殺すなよ。ハサミだよ、ハサミ。で、あと、チェスト置いてほしいな、この、チェストに羊毛用チェストを、ベッド作って入れるっていう人は、羊毛入れるんじゃなくて、ベッド作った方がいいもん。ベッド作って入れる、ベッド作って入れるをちょっとやりましょう。村も全部解体していいものいらないから、これ。どうせベッド置くのに邪魔になるだけ。で、鉄を掘って、ハサミを入れて、まずそっからだな。ハサミ作りだな。でも、この人数でやれば、羊とかすぐ見つかるんじゃないかな。木材も多分いっぱい必要だから、ベッドも置いちゃうか、もう。チェストに入れるんじゃなくて、ベッド作って、そうだな。このラピスラズリのところあたりに、ベッド置いてください。あと小麦できたら自分で食べないでください。もったいないんで。死んでください。パン食うの禁止。パン作るのも禁止です。羊の命の方が重いんで、パンは作らないでください。種持ってきて、種、遠くまで行って。種拾ってきて。これさ、例のプラグイン入ってない。トトロプラグイン入んないよね、これ、神下くん。300だし。トトロプラグイン入る？トトロ無理？ヒデくん。重い？重くなる？アーケンの恋愛みたいになる？重くなるか？さすがに。そこまで重くはない。まあ、ちょっと一回やってみるか。一回やってみよう。はい。そろそろ、鉄ちょっと取り行こうか。鉄取ってハサミを、自分のハサミ作って。自分一人一個。あ！連れて帰ってきた！羊！ナイス！ちょっとお前持っとけ、お前。ちょっとお前保持。羊並べといて、とりあえず。いなくなるから。乗せて、もうここの海に乗せて置いとくこと。囲って。そう、もう、この方式でいこう。とりあえず、小麦ができるまで。トトロプラグインできたら、説明します。トトロプラグインというのは、腰をカク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 っとすると成長するプラグインです。こうやったら。ただ、トトロプラグインがこのサーバーは入ってないので、今実装しようとしてます。はい、何もしてない人を耕したり、いろいろしてね。何もしてないの見かけたらバンだよ。はい、働いてください。犬やらないと羊知る。なら犬を殺せばいいよ。大丈夫だよ。簡単。簡単なこと言ってる。多分、小麦のね、そんな耕さなくていい。もう、耕しいらない。耕しいらん。もういい。草ないから羊毛生えないよ。確かに。草のところ持ってかんと、一回草のところ持ってこう。もういいよ。羊を探しに行ってくる。ってところかな。お前ら何してんだ、お前ら。はい、もう一匹羊来ました。あ、もう2匹、3匹が羊来たか。ちょっと牧場作るか。牧場。
そう、草があるところに牧場作ろう。もう畑の拡張いらないから。畑そんなもんにしよう。畑拡張しないでもう。なんか小麦の量が足りん。牧場どうしよっか。牧場ここ作るか。このラピスラズリのところ牧場にします。掘らないでください。埋めて。てか、おい、貸す。お前、掘るな、掘るな、ここ。ここ牧場だから。この中入れて、この中、羊。羊誘導してください。羊連れてきた人を誘導して入れてください。小麦がね、ただね、育ってないんですよね。全然。小麦の育つのが遅すぎる。てか、トトロプラグインは入らなそう。ダメそう。あー、もう自力でやるしかないってことか。了解。トトロプラグインは入らないらしいから、なんかどんどん羊到着してんの面白いな、なんか。なんかどんどん羊が、なんかボートに乗って輸送されて到着してんの面白い。スケルトンの討伐に行きましょう。皆さん夜になりました。はい。男スキン、討伐。で、骨粉にして、巻いて。女スキンは聖地。まあ、聖地も終わったか。聖地終わったから、あとは、ハサミが必要だから、まあ、ハサミと、あ、てか、これだけあればなんか、女スキンは牧場作って、女スキンは牧場の羊の管理と、あと畑の管理。で、男スキンは、骨粉取りに行って、骨粉巻く。赤髪のトマは男ですか？男。生理中の女は、生理休暇は、うちはないので、働いてください。病休使ってもらいます、うちは。うちはブラック企業なんで。病休を使ってもらいます。ハサミは、もう自分で作れ。ダメ。もう自分で作んないとダメ。人にもらうな、ハサミ。羊殺さないようにね。あと、その、整地しても意味ないからやめろ。整地意味ない。草の上じゃないと意味ないから、整地しないでいい。こんなもんでいい。木で囲えばいいから、とりあえず。船に乗ったやつがダメージ食らってる。船降りて、あ、切ってたやつ船降りて、それなんかダメージ食らってる、羊がなんか。船から下ろして、あと放置。また羊取り行ってきて、あ、羊また来た。なんか、シミュレーションゲームやってるみたいな。なんかわかる？なんかシミュレーションゲームでなんか羊を取る、なんか、役に村人配置するみたいなのやってる気持ちだ。小麦は、あと骨粉、骨大丈夫？骨取りに行ってる？スケルトン殺せてますか？ディフィカルティハードにしときますわ。ボート一旦止めてだって。ボート重いらしい。はい、ボート全部破壊してほしいだし、ちょっと、この、輸送が済んだらボート壊そう。輸送だけちょっとやっちゃおう。ボート破壊しときまーす。羊、はぐれ羊いる。なかなか全然育たないな、小麦。なんか、羊増やしてきて。小麦ある人は羊増やしに行って。骨粉部隊があんまりなんか稼働してない気がするな。殺さないように気をつけてね、羊。スケルトン全然いない。なんでだろうね。でも殺されてるログはあるよ、スケルトンに。スケルトンに射抜かれたのログはたくさん出てるよ。まあ、いるっちゃいるんじゃない？どっかに。わかんないけど。多分いると思うよ。だってスケルトンに射抜かれたログあるから。羊ミスって殺すなよ。羊殺したらログでバレるぞ。あ、いいね。小麦。この辺の羊、これ誘導してこれ。これ向こうに連れてって。あと石の剣ないと無理かもね。ゾンビとかに殺されるから、素手だとゾンビに勝てないから。あ、松明ちょっと焚いた方がいいかな、この近く。地下湧き潰しした方がいいかも。地下は。地下湧き潰しして。そしたら湧かなくなって地上に湧くから、スケルトンが。地下の湧きを潰してほしい。結構やってるな、湧き潰し。もう。スポナーあります。行ける人そこ行ってくんね。23888164。カナリアさん畑荒らしてる。オッケー了解。バンしといた。いや、結構これ小麦頑張んないとこれ育たないな。小麦のちょっと速度が、あれだね。まあ、羊たちはとりあえず湧いてきてる。ベッドどんどん作っていいからね。あと、ハサミもういらないと思う。種があんまりない。種取ってこよっか。なんかちょっと遠征して。遠征して種取ってきたりもする、した方がいいかもね。あと、下の湧き潰しかな。多分ね、これ、羊の管理そんなにいらん、これ。羊の管理する人、今、羊の枠の中にいる人だけにして、もうそれ以外入んなくていい、もう羊の中。その中の人で羊の管理しよう、羊と。で、ベッドもその人たちで作るから、あとはもう資源だけでいいと思う。湧き潰しと、地上の湧き潰しはしない方がいい。地上の湧き潰しはせずに、地上はね、松明置かないで、地上に松明あんまり増やさないで、遠くに。地上の松明あんまいらない。狩りに行くのだるくなるだけだよ。まあ、その人間の活動領域は松明の方がいいけど、まあ、もう3人ぐらいでいいかもなこれ。あんまいらないかもな。トロール起こりそうだから、これぐらいの人数で総合監視させた方がいいか。あ、なんか来た。羊やってきた。ちょっと、なんかちょっと面白いね、この羊がちょこちょこやってくるの。ベッド作ってベッド置いてね。ラピサラズリのところベッド並べていいから、この石枠の中ベッド並べて。多分ベッド置けるんじゃない？もうなんか1個2個あると思うけどね、もうさすがに。1個や2個ベッドの。そんな足んなくなってるわけなさそうな気がするけど。遠くに行くためにベッド使ってる人いる。え、バカか。ベッド置け、まずは。遠く行かなくていいよ、もう。各自のなんか行動の管理がしにくいな。把握できない。
まあ、多分なんか掘るのやんなくていいんじゃない、もう鉱石は掘らなくていいと思うよ、もういらないと思うよ鉱石。何の鉱石が必要なの、多分いらなくない、ベッド作るだけなら。多分もう湧き潰しはある程度終わったから、多分ね、モブがね、多分別、いろんなところに湧いてるんだと思う。一回帰ってこさせた方がいいな、多分鉱石部隊が多分あんまりいらない。もう、鉄いらないから、じゃあ鉱石掘るの撤退で、地上に撤退してください。ハサミいらないです。もう十分あります。ハサミ使う。二人三人いれば間に合うから、別にハサミ。よくよく考えたら。まあごめん、ハサミちょっと俺もいるって言っちゃったけど、もうちょっと一回いらない。もう多分小麦の種持ってくるのと、あと骨粉かな。だからスケルトンを殺しに行くっていう作業だけでいいと思う、多分今は。で、あともう小麦あげまくるみたいな。木はもう十分あると思うよ。多分ほっとけ、木なんて多分入手できるから。そんなに木いないな。こんなん作ってるからだろ、こんなもん。なんてやつだ。遊んだやつ殺すか、これ。はい。はい、なんか変な橋を作って遊んでた人、バンです。さようなら。もう二度と参加型に参加できません。さようなら。はい、遊んでる人はもう二度と参加型に参加できなくなります。頑張ってください。頑張ってお仕事してください。タコワサ001ってやついるんだけど。タコワサ1、一式タコワサいる。え？これ素体？素体のタコワサいるわ。オリジナルいる。素体いる。タコワサ001式がいる。一式タコワサ。おー。生きてたのか。こんなところに。まだまだ羊は足らんなぁ。なんかちょっとずつ野良の羊がやってきてるけど。木が足りないってことって発生してる。全然木あるよ。松の原木とかあるから、21個も。ここに。もう1箇所にすらあるから。全然大丈夫だと思うよ。松の原木もあるし。食料ない時に死ぬようなやつ。あ、これがか。だからさっきの人に罪がないかもしれないってことか。まあ、見せしめとして、ちょっと仕事をしないとああなるんだって見せしめようとして、ちょっとこのまましんどいってもらおう。なんでこんなところに持ってきちゃったの？羊。羊の位置やばくね。脱走させてる。まあもう、あとはもう増やし続けるだけかな。ちょっと増やすフェーズに入るか。鉱石、いらないからね、もう炭鉱夫は全部首です。すっげえ勢いで、これも。まあまあまあ、でもこれだけ、やっとけば、割と散らばりすぎてるから、なんか湧かない説あるよね。これだけ散らばっちゃうと、ちょっと脇が鈍る、かな。ちょっと見回りしよう。こいつ何してんの、こいつ。おい。お前何してる？おい、お前だよ。お前、おい、おい。お前何してんだ？お前の仕事は？オッケー。マインクラフトは一人でやることだ。はい、仕事してくださーい。ね、これは仕事です。仕事してください、皆さん。なんかどんどん輸送されてきてる、羊が。スケルトンのスポナがいい具合になんかいければなー。ちなみにベッドどうなってます？個数 1,2,3,4,5,6 個、無事6個のベッドの製造は完了しました。あと294個です。多分すごいことになる。多分294個のベッド作るって、なんだろう。ここちょ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 、おい、お前何作ってんの？何作ってる？仕事は？何の仕事これ？はい、さようなら。はい、仕事をしてください。急に止められた時に何の仕事をしておりますってちゃんと言えるようにしといてください。急に、臨検された時に、はい、僕は何々をしていますってちゃんと言える。職務質問にちゃんと答えられるようにしてください。もう職質します。羊の運送してる。羊運送が、頑張って輸送してる。やっぱ水ってすごいね。水流ってすごいな。水の力はすごい。やっぱ昔から水辺にこう、文明っていうのは発展してきたから、カキカマが熊の輸送してる。は？おー、だいぶ増えたね。ベッドを持っていく場所は、青のラピスラズリブロックでーす。のところにベッド置きまーす。もう設置しちゃって大丈夫でーす。原木は、牧場に持ってきてあげてください。これ壊してくんね、こっち。お前でいいや。おい。お前だよ、なんか寝ぶちゃ。お前これ壊して、これ。今何個だ ?1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。これ20だね。21,22,23,24,25,26,27,28,29,30。30ここだから、これかける10かな。まあ、頑張って。今だいたい40個ぐらいかな。あ、羊妖精来てまーす。418-421。行ってください。羊妖精出ました。羊集めてください。ここに人派遣してほしいです。ここって何？これどここれ？じゃ、なんかよくわからんけど、なんか派遣するわ。はい。君。なんか知らんけど、いて1394。なんか派遣されたから、なんかして。何を欲してるのかもよくわからんけど。
はい、じゃあ池田コアラさん家賃のところ TP するんで持って帰ってください。あの唐突に TP された人は持って帰ってください。仕事ください、探せ。まあ1時間かな。まあ1時間ってとこが、ここじゃね、とこじゃね、これ多分ボートは使ったら壊しといてください。あ、どかしてください。壊したりどかしたりしてください。あら、新たな羊の搬入ができなくなります。種は自分で取って持って帰ってきてください。羊運送ご苦労様です。羊運送終わったら羊を上に乗せて、できれば小麦で繁殖させてください。でもさ、なんか90個、まあまあまだ、まあでも作ってないのかを入れれば多分90個ぐらいに、多分こう置いてないの入れれば90個ぐらいになるから、あと3倍ぐらいか。割と小麦さえ育っていけば、まあ一気に小麦できるはずだから、まあ小麦さえ育てば、まあ、骨粉がそこまでなんかちゃんと、はいはい、バンでーす、はい、無駄口叩いたらバンになります。気をつけてください。まあ、トトロモット入ってません。ちなみに小麦すぐあげてね、羊に。パンは作らないように小麦は羊にあげてください。あげ方わかんない人は小麦とりあえず入れといてください。中に。ちょっと後で再起動したいかも。大丈夫？データ消えない？大丈夫か？それは大丈夫だと思う。果たして本当に大丈夫なんでしょうか？じゃあ一回再起動入れます。ちょっと一回バックアップ取っといてください。気になる行方は CM の後で。Hey guys, we have gift for you.スポナー隊はどうなってんだろう。まあスケルトントラップ作っても全然いいんだけど、 この辺にスケルトントラップあるの？これ、あ、ここにあるのか。あ、ここにスケルトントラップ、スケルトン討伐隊ここにあるんだ。タコワサ1、ふざけんな、タコワサ1号機金の鎧着てるこいつ。タコワサダメだな。なになになに、あー、羊が4匹、めっちゃ羊いるここ。まあ、どうする。まあでもまあ適当にじゃあなんか送り込むか。送り込まれた人は、羊を、なんか、連れて帰ってください。なんとかして。羊を連れて帰ってください。リスの座標どこかわかる？いや、めっちゃいる。めっちゃいるから、ここ。やばい、やばい。羊の拠点の座標送って、拠点の座標を貼ってくんね。全部連れて帰って、これ。クリーパー気をつけて、クリーパー気をつけて。クリーパーまずい。頑張って。あ、牧場座標来ました。114、1100。え、いいよ、来いよ、行く行く。ふざけんな、総分。いい加減にしろ。牧場座標320、98です。320、98に来てください。牧場座標320、98。羊を持ったらそこに来てください。なんか、カラフルになってきたな。まあ、今、10分の2ぐらい終わったって感じ。まあでもまあ、徐々に効率上がるはずだから、まあ大丈夫だと思うけど。こんだけ羊いるんでしょ？だって毛が生えてきたら多分、また一気に多分ベッドの量増えるから。はい、ってことでちょっと待機時間です。なんとかですね、このぐらい増やしまして420ほどのベッドが完成しました。いやー、頑張りましたよ。お疲れ様です。僕がタバコ吸ってる間に完成しました。タバコ吸ったり、なんかスマホいじってツイッターいじってダラッダラしてる間に完成してた。あ、先駆けここにハブる。はい、ということで皆さん寝てください。大丈夫ですよ。寝てください。はい、寝てください、皆さん。できれば詰めて、ね、前の方から詰めて寝てほしいです。前の方から詰めて寝てください。前の方から詰めて寝てください。詰めて。はい、詰めて寝てください。はい、前から詰めて、前から詰めて、その、後ろの方前じゃないよ。まあまあ、いっか。まあ、とりあえず寝てください。とりあえず寝て、もうどこでもいいから、パッパが寝て、パッパが。はい、寝て。はい、眠ってください。どこでもいいです、もう。できれば前のを詰めてほしいですけど。もういいです、大丈夫です。寝てください。はい、寝て。寝れてないよ。どこでもいいだろう、もう。はい、寝て。寝て、パイチも寝て。やち寝て。おさ。早く。はい、寝てください。はい、寝てください。何も押さないでください。一斉就寝できませんよ。これさ、寝れてないやつっているのかな、これ。どう思う？おい、寝ろ。おい、フニック。おい、エゴミ。おい、もうダメだ、こいつ、寝ないぞ。もう寝て。あ、鈴木姉さん、あれか、イケコ連れてきたのか。はよ寝て。いや、全員いるかどうかわかんないわ、これ。絵面やばいな。はい、クリーパー好きな人寝て、それ。総分も寝て、適当でいい。はい、全員寝てください。ボタン押さないでください。ボタン押して起きないでください。あと一人だよ、寝れてないの。すごいな、これ。絵面やばいな。多分ね、これね、放置してるやつ。俺かな？俺が寝たらいいのかな、これ。寝てみる？寝た。
た多分これ多分無理だ。多分放置してるやついる。多分寝てる俺。遠征組と放置組。よし、じゃあもう一回やるか。死んでたらいいんだよね。一回キルして、キルアット A すればいいのか。一回キルアット A 打つよ。じゃあコマンド全員死にますよ。やばやばいやばい、なんかクソもなくなってる。まあこうなるよね。入れなそう。長蛇の列だな。チルノさんは入れてるらしい。はい、寝てくださーい。このデンデンさんって人キックするよ。おーい、ダメだなこの人。バンするか。はい、どこでもいいから寝て、早く早く寝ても、どこでもいい、どこでもいいから寝てももういいから。さっきもこいつ寝てなかったんだよな。こいつバンするかも。遅い、バンだ、残念。よしよしよし、これでいいな。よしよし、こっちキックした。よしよし、寝れる寝れる寝れる。よし、これで寝れるんじゃね。朝いける朝いける朝いけるぞ。うわ、ジョイ、おい、アリエのお前寝ろ早く。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、誰だ寝てないの。あー、いけたいけたいけた。朝だ、あ、一気に起きた今。オッケー、ナイス、寝れたか。とりあえず今一気にピョーンって起きたな。オッケー、お疲れ様です。寝れました、ジジです。はい、皆さんよく頑張りました。300人、ジジです。オツ、よく頑張った。公共非広告機構です。